殺人現場。確実にそこで人が死んだ場所。そして殺された人の怨念が渦巻く場所。普通なら誰もそこには近づかない。でもそれが仕事だったら、あなたならどうします？これはオカルトサイトを運営している遠山さんの体験談です。遠山さんとその助手をしている米沢さんはこの日取材先の現場へと向かっていました。遠山さん、うん、やっぱりやめません？はあ、お前何言ってんだよ。お前それでも俺の助手かよ。だって大体な、俺たちオカルトサイトのする取材なんてのはよ、嘘か誇張された話がほとんどなんだよ。そんなことお前も百も承知だろ。いつも平気な顔してるくせに何今日にかけてビビってんだよ。実はこれから行く現場のネタ元なんですけど。うん、そういえばお前の取ってきたネタだったよな。昔殺人事件があった場所で霊が出るってんだな。ありがちなネタだ。本当なんです。え？本当の殺人事件、それも猟奇殺人があった現場なんです。なんだって？いつもだったらそれっぽいところで取材するんですけど、どうしてもネタがなくて、で古い新聞調べてたら今回の旅館に。それで今回のネタにたどり着いたってことか。はい、その旅館で相当凄惨な殺人があったらしくて、被害者の遺体はバラバラにされていて、今もその体の一部が見つかってないらしいんですよ。事件のことはあまり公にはされてないらしくて、心霊スポットとかにもなってないんです。つまり事件以来その旅館にはほとんど誰も足を踏み入れていないってことか。そうなんです。もしも私たちがその殺された人の体とか見つけちゃったりしたらどうするんですか？そうなったらネタにするだけだ。遠山さん、あのな、お前な、俺たちがそんなことでビビってたらよ、オカルトサイトの運営なんてできねえんだよ、バカ。目的地に着いた遠山さんと米沢さん。猟奇殺人事件の現場となった旅館は事件以来営業を取りやめているようでした。こっそりと旅館の中に入ると、遠山さんと米沢さんは取材を始めます。なんだ、意外と荒れてないな。お、これいただきだな。おい、おい米沢、お前ちゃんと仕事しろよ。怖くて仕事どころじゃないですよ。お前な、いい加減にしろよ。そんなこと言ったって、本物の殺人現場なんて初めてなんですよ、私。ダメだな、これ。おい、おい、うん、
じゃあ写真チェックちょっと。これだ。おい米沢、お前何本気でビビってんだよ。お前取材する気あんのかよ。早く帰りたいです。あん？気のせいかな。はい、何か言いました？いや、なんでもないよ。行くぞ。米沢さんのあまりの怖がりようと、遠山さん自身もさすがに薄気味悪かったので、早々に取材を終わらせ、地元のホテルに引き上げることにしたのです。米沢、お前ちゃんとチェックしろよ。分かってますよ。遠山さんと米沢さんはホテルの薄暗い喫茶室でデジタルカメラで撮影した写真をチェックすることにしました。遠山さんは恐怖心を拭い去るために仕事に没頭することにしたのです。なんかみんないまいちインパクトに欠けるんだよな。心霊写真でも撮れてりゃいいんだけど。私には十分すぎるぐらいインパクトありますけどね。バカ、いいか、今時こんなんじゃ誰も驚かないんだよ。もっとな、こう衝撃的にドーンってしたやつないとな。どうしたんですか？おい、ちょっとこれ見てみろよ。それは旅館の部屋の壁を写したものでした。これがどうかしたんですか？いや、ここなんか顔に見えないか。顔？そうですか？まあそう言われればなんとなく。その時、遠山さんは耳鳴りと誰かに見られているような視線を感じたのです。遠山さん、どうしたんですか？あ、いや、なんか誰かに見られてるような気がして。いや、それがちょっと耳鳴りがするんだよ。誰もいないじゃないですか。そんなこと言って脅かさないでくださいよ。本気で怒りますよ、私。おい、米沢。このホテルキャンセルするぞ。すぐに住所戻るんだ。何言ってるんですか？いいから早く支度しろよ。いいから。遠山さんは急遽部屋をキャンセルし、事務所へ戻ることにしたのです。二人は事務所へと車を走らせていました。一時間ほど経ったでしょうか。ずっと後ろをついてくる車がいるのです。その車の運転手はあの不気味な男です。ちくしょう。遠山さん、運転荒いですよ。何そんなに急いでるんですか？後ろの車、俺たちをつけてきてるみたいなんだ。え？さっきホテルでなんか嫌な視線を感じるって言ってたろ。はい。後ろの車の
運転手やつだ。やだ。なんでどうして私たちの後をつけてくるんですか。そんなこと俺が知るかよ。さっき猟奇殺人の現場行った時なんか嫌な視線感じてたんだ。ひょっとしたらあれからずっと俺たちを追いかけてきてるのかもな。そんなこと言わないでくださいよ。だからやめようって言ったじゃないですか。バカ見るなお前。ヨネさん落ち着け落ち着け。ヨネさんヨネさん。遠山さんはスピードを上げ事務所へと急ぎました。それからどのくらい走ったのか、いつの間にか不気味な男の姿は消えていました。不気味な男の姿がなくなってからも興奮が冷めない米沢さんを自宅に送った後、遠山さんは事務所に戻ることにしました。そして一人取材で写した写真をチェックし始めたのです。そういえば部屋の壁に顔みたいなものが映ってたよな。これは旅館の部屋の壁に映った顔らしきもののデータ。その写真を見て遠山さんは絶句しました。この顔はその壁に浮き出てきたものはあの不気味な男の顔だったのです。遠山さんはこのことを誰にも話しませんでした。言ったところで誰も信じてはくれないだろうと思ったのです。いつも自分が取材した恐怖体験談を信じないように、しかしそれはあまりにもリアルな体験でした。あの不気味な男は何だったのでしょうか。結局不気味な男の写真データはオカルトサイトには掲載しないまま保存してあるそうです。遠山さんはおそらく二度とあの写真を見ることはないでしょう。それはなぜか、次にその写真がどんな変化をしているのか想像するだけで震えが止まらないからです。